ドジャースの大谷翔平投手が史上初の快挙に突き進んでいる。9日、日本時間10日の敵地、フィリーズ戦を終えた時点で今季89試合に出場。打率点315、28本塁打、65打点、オープス1.037の躍動でドジャース初の三冠王に向かっている。動画、とっても素敵大谷翔平と並んでも変わらぬ。 長身の土軍美人レポーター。米メディア、B ・ R ・オーコフは公式 X ・ Q ・ Twitter に、翔平・大谷はあなたのナ・リーグ MVP。と投稿。すると、現段階では彼が明らかにナ・リーグ MVP、今は他に近い選手は全くいない。答えは、イエス。次の質問、などファンは盛り上がりを見せていた。さらに、 ジャッジより確実、など、ア・リーグの MVP 有力候補の大砲よりも、大谷の方が栄誉に近い位置にいるとのコメントもあった。三冠王に輝けば、ドジャース史上初の快挙となるだけに注目が集まっている。三冠王だけでなく、指名打者選手として初の MVP 候補にも名前が挙がっている。大谷の活躍にファンは、大谷は200%私のナ・リーグ MVP 有力候補。 彼が MVP にならない理由がある。ライバルがいない、などの声を上げ、三冠を o &MVP 選出に期待を高めていた。